谷川博道は、日本の官僚、銀行家。西日本フィナンシャルホールディングス代表取締役、副会長。西日本シティ銀行代表取締役会長。福岡県出身。福岡県立周遊館高等学校を経て、1976年、東京大学法学部を卒業し、大倉省入賞2011年5月。 西日本シティ銀行、入行。2013年6月、同行代表取締役副頭取就任。2014年6月、同行代表取締役頭取就任。2016年10月、西日本フィナンシャルホールディングスの設立に伴い、代表取締役社長就任。2021年6月、西日本シティ銀行、代表取締役会長兼西日本。 フィナンシャルホールディングス代表取締役副会長、就任。福岡銀行頭取柴戸高成とは、中遊館高校の同級生であり、共に2014年6月27日に頭取に就任している。2018年6月、全国地方銀行協会副会長に就任。2021年6月、福岡商工会議所会頭に就任。 福岡県商工会議所連合会及び、九州商工会議所連合会の会長、日本商工会議所副会頭も兼務。人事、西日本シティ銀行。日本経済新聞。http コロンスラッシュ s www. 日経 .com スラッシュアーティクルスラッシュ t g x n m s j t 6 0 1零1 v 2 0 c 1 4 2 a 4 0 0万。 2014年6月12日、閲覧、ありがとうございます。